ーーーーーローズのトベファーストスーパーライブブルーレイ発売記念緊急性配信10月17日午後10時緊急性配信決定一体何が起きるここでしか見られないスペシャル映像を公開10月17日午後10時の緊急性配信の発表がファンの間で話題となったその知らせは突如として届き多くの人々が驚きと興奮で心を躍らせた 緊急性を帯びたこの発表は、ファンにとって特別な期待感を抱かせ、彼らの SNS 上での反応は、まるでその瞬間を共有しているかのような一体感を生み出した。今回の正配信は、プーヒーローズのトベファーストスーパーライブのブルーレイ発売を記念したイベントであり、多くのファンが久しぶりに彼らと直接つながる瞬間を待ち望んでいた。この配信は単なる告知にとどまらず、 ファンとの絆を再確認する重要な時間となった。特に、ライブの裏側や舞台裏の映像が見られるという期待感が高まっており、これはファンにとって非常に貴重な機会だ。ライブの熱気と感動を再び体験できること、そしてその瞬間を手元に残せるブルーレイの発売は、彼らにとって待ちに待った出来事だった。ファンの一部は、ドームの巨大なステージで行われたパフォーマンスを思い出しながら、 あの時の感動が再び蘇ることに胸を膨らませている。その一方で、ファンはライブだけでなく、彼ら自身の人生や日常の一部にもこの配信が深く関わっていることを感じている。ライブという一瞬の体験が、彼らにとってどれほど大切な思い出になり、日常の活力となっているか。それは、彼らがいかにアーティストとのつながりを大切にしているかを物語っている。特にこの配信は、 単にパフォーマンスを見るだけでなく、アーティストとの直接的な対話やコミュニケーションの場としての意味合いも持っておりその一瞬一瞬がファンにとっての大切な宝物となっている。緊急性配信とはいえ実はこの配信はファンにとって計画的なサプライズでもあった。t w e h e r o e s のメンバーたちがこの瞬間をどれだけ準備していたのか彼らの思いがどのように形になっているのかその裏側を見ることができるのも大きな楽しみだ。 彼らは常にファンの期待を超え、新しい挑戦を続けている。その姿勢が、ファンを引きつけ続けている理由の一つだろう。彼らは、単なるアーティストではなく、ファンと共に成長し、喜びや感動を共有する存在である。このブルーレイの発売を機に、トゥーヒーローズは再び注目を集めている。ファンの一部は、ライブの一体感やエネルギーを思い出し、その記憶が蘇ることを待ち望んでいる。 特に印象的だったのは彼らの富士でのパフォーマンス。ステージが揺れるほどの歓声の中、堂々と歌い上げる姿は観客全員の心に深く刻まれた。彼らのパフォーマンスはただのエンターテインメントではなくファンとの絆を強く感じさせるものであり、その瞬間に立ち会えたことは多くの人にとって特別な経験となった。さらにこのライブブルーレイは単なる記録映像ではなく、 ファンが待ち望んででいた彼らとの再会でもある。多くのファンはこのライブに参加できなかったり現場での記憶が断片的になってしまったりしたが今回の発売によって再びその感動を手元に残せることに大きな喜びを感じている。またブルーレイの発売に加えてライブの舞台裏やドキュメンタリーも含まれているためファンにとってさらに特別な体験となるだろう。 この配信やブルーレイの発売を通じて感じられるのは、ファンとアーティストの関係がただの一方向的なものではなく、相互的なつながりであるということだ。アーティストはファンの期待に応えるだけでなく、その期待を超えるような驚きや感動を常に提供してくれる。そしてファンもまた、彼らのパフォーマンスや活動に対して熱い応援を送り続けている。このような相互の関係が、彼らの成功の一因となっていることは間違いない。 また、この緊急性配信は、最近のファンとアーティストのつながりの形を象徴しているといえる。SNS や配信プラットフォームを通じて、ファンとアーティストがより身近に感じられる時代になった。以前はコンサートやイベントでしか会えなかったアーティストたちが、今ではインターネットを通じて日常的にファンとコミュニケーションをとることができるようになった。この変化は、ファンにとって非常に大きな意味を持っている。彼らは、 アーティストの活動や舞台裏をより近くで感じることができ、それがさらに応援するモチベーションとなっている。もちろん、このような配信やブルーレイの発売は、アーティストにとっても大きな挑戦だ。彼らは、ファンの期待に応えるだけでなく、常に新しい驚きや感動を提供し続ける必要がある。今回の、緊急性配信も、その一環として準備されたものであり、 トゥーヒーローズがファンとのつながりを大切にしていることを示す一例と言えるだろう。結局のところ、ファンとアーティストの関係は、単なるエンターテインメントの提供者と受けてという枠を超えている。彼らは共に感動を共有し、共に成長していくパートナーのような存在だ。トゥーヒーローズのメンバーたちは、これからもファンと共に歩み続け、その関係をさらに深めていくことだろう。そしてファンもまた、 彼らの活動を通じて新しい感動や喜びを見つけ続けるに違いない。10月17日の緊急性配信は、その一つの象徴的な瞬間であり、ブルーレイの発売を通じてさらに多くのファンが彼らのパフォーマンスを楽しむことができるだろう。そして、この配信を通じて再び感じられるのは、アーティストとファンが共に作り上げる特別な時間の価値だ。それは単なるエンターテインメントの枠を超え、 人生の中での大切な瞬間として永遠に記憶されるものとなる。このような形でアーティストとファンが一体となり、共に成長し、感動を共有する瞬間が、彼らの関係性をより特別なものにしている。トゥー h e r o e s の「飛べファーストスーパーライブ」のブルーレイ発売と、緊急性配信は、その象徴的な出来事として記憶に残るだろう。特に、このブルーレイには、ライブ本編だけでなく、 普段は見ることができない舞台裏の映像や、メンバーたちの素顔が垣間見える特典映像が収録されており、ファンにとってはまさに宝物のようなアイテムだ。彼らの努力や、パフォーマンスに向けた準備の様子を見ることで、より一層2 h e r o e ズへの愛情が深まることは間違いない。トゥー e r o e ズのメンバーたちは、パフォーマンスのたびに新たな挑戦を続けており、それが彼らの魅力を際立たせている。特に、 このブルーレイに収録されているステージは、単なる歌やダンスのパフォーマンスにとどまらず、彼らが持つエンターテインメントの真髄を表現している。観客を魅了するだけでなく、感動を与え、記憶に残る一瞬一瞬を作り上げるその才能は、ファンにとって特別な意味を持っている。そして、このブルーレイの発売は、ファンがその特別な瞬間を何度でも再び体験できる貴重な機会となる。さらに、 この緊急性配信を通じて感じられるのは、クーヒーローズのメンバーたちが常にファンとの絆を強く意識しているということだ。彼らはファンに対して感謝の気持ちを伝え、応援してくれるすべての人々に感動や喜びを提供し続けることを使命と感じている。今回の配信でも、その姿勢が存分に表れていた。メンバーたちが舞台裏でどのように準備を進めていたか、 彼らの努力やチームワークがどれほど重要な役割を果たしているかを知ることができるのは、ファンにとって非常に貴重な体験だ。ファンにとって、このような特別な機会は、ただ単に彼らのパフォーマンスを見るだけでなく、彼らの人間的な側面に触れることができる時間でもある。t o h e r o e s は、ライブや映像作品を通じて、ファンにエンターテインメントを提供するだけでなく、その裏にある努力や情熱をも共有している。 その結果、ファンは彼らをより一層深く理解し、彼らとの絆を強めることができるのだ。このような関係性は、単なるエンターテインメントの枠を超え、ファンにとっての生きる力や希望となることさえある。トベファーストスーパーライブのブルーレイ発売は、そのような意味でファンにとって非常に特別な出来事であり、トゥーヒーローズと共に過ごす時間が、彼らの人生にとっても重要な意味を持つ瞬間となる。 このブルーレイを手にしたファンは、ライブの熱気や感動を何度でも再び感じることができ、その記憶が彼らの日常の中で色あせることなく輝き続けるだろう。そして、この緊急性配信を通じて、その感動が再び蘇り、ファンとアーティストとの絆がさらに強固なものとなることは間違いない。TwoHeroes はこれからも新しい挑戦を続け、ファンに驚きと感動を提供し続けるだろう。 彼らが持つ情熱と想像力、そしてファンへの感謝の気持ちが、これからの活動にどのように反映されるか、多くの人々が楽しみにしている。ファンにとって、この、トベファーストスーパーライブのブルーレイ発売と、緊急性配信は、彼らとの新しい旅路の始まりでもあり、これからも共に歩み続けるという決意の表れでもある。最終的に、トゥーヒーローズとファンとの関係は、 単なるエンターテインメントの提供者と受けてという枠を超えた特別な絆だ。その絆は、ライブや配信、ブルーレイを通じてさらに強まり、今後も彼らが共に感動を共有し続ける限り、終わることはないだろう。この、緊急性配信とブルーレイの発売を通じて、クーヒーローズとファンの未来はますます輝かしいものとなるだろう。そして、ファンは彼らと共に歩み続け、その瞬間を大切にしていくことで、 新しい感動や喜びを見つけ続けるに違いない。